さあ始まりました、エマージェンズジャパンチャンネルシーズン3。この番組は30年前の初開催から現在まで、世界のインディーズアーティストが一堂に集まる世界最大のライブコンペティション大会、エマージェンズの歴史、魅力などをこれまでに出場したアーティストの楽曲を交えながらお送りしていきます。ということで、この番組のパーソナリティのゆうやです。そして尾崎武史です。ゆきです。エマージェンズジャパンがですね、もうファイナル、まあ、決勝が終わりまして、終わりましたね。大阪代表のトライノベーションが優勝いたしました。おめでとうございます。おめでとうございます。日程的に8月11日から、世界決勝へ挑戦するという形になりますね。はい。ということで今日はトライノベーション特集をしていきたいなと思います。はい、お願いします。皆さんぜひぜひお付き合いください。それでは先にこちらのナンバーからいきましょう。トライノベーションでトライノ。お送りしたのはトライノベーションでトライノでした。トライノベーションからコメントをいただいてますので、ぜひ聞いてください。ありがとうございます。トライノベーションでーす。ありがとうございました。はい、トライノベーションの皆さんコメントありがとうございます。ここでトライノベーションのプロフィールをゆきさんに紹介してもらいたいなと思います。お願いします。はい。2018年に結成された和のアップデートを掲げプロジェクトを展開する楽器ユニット、津軽三味線、和太鼓、尺八や忍笛、日舞など多彩なジャンルクリエイターら6人で構成されています。トライノベーションはトライ、トラディショナル、イノベーションを融合させた造語です。現代の音楽を楽しむように、和楽器の魅力を肌で感じてほしいという思いから、国内のライブハウスやクラブハウスで活動をスタートし、2019年海外でのライブを初開催しました。2020年には本田圭佑さんがイメージキャラクターを務める和のモチーフにしたスマートフォンケースブランド紬のイメージソングを担当。そしてエマージェンザジャパン2023年は大阪大会から参加し見事優勝、そしてジャパンファイナルでも優勝し見事に日本代表になり、これから世界大会へと挑みます。はい。トライノベーション、まあ本当にすごい圧巻のライブだったんですけども。そうね、かっこよかったね。まあ大阪決勝が、日本決勝の前2週間前ぐらいですかね、あったんですけども、はいはい、まあそこで初めて僕は生で見たんですけども、まあもうそこからぶっちぎりな感じでしたね。ね、圧巻の演奏だよね。はい。まあ今年もね、本当にレベル高いアーティストがたくさん参加してくれましたけども、トライノベーションに関してはもうみんな度肝を抜かれたんじゃないかなっていう印象でしたね。そう、なんか度肝がね、みんないいバンドなんだけど、はあ、まあこのトライノベーションならしゃあないかっていうのはちょっとあったんじゃかなっていう、音だったり、ライブの、まあ、パフォーマンスがすごいですね。もう本当エンターテインメント、ザ・エンターテインメントっていう。で、それが本当に、まあ、日本国内だけでなく、本当に世界に、その和楽器っていうのを改めて、こう、和楽器の魅力を届けられる素晴らしいライブ、素晴らしい、グループだなと思いますね。そうね。はい。隣日野さんと、ライブが終わった後にいろいろ話してた時に、やっぱり和楽器業界っていうのが、もうどうもお客さんが減ってきて、まあ、ちょっと主流リンクしてちょっと縮んできてると、はい、本当にちょっとこのままではいかんっていう危機感から、新しい音楽を和楽器を用いて作れないかって、そっからエマージェンザに挑んでみようと、あえて和楽器の世界でない、まあ、異業種っていうんですか、はい、異業種格闘技っていうのが、そこでチャレンジしてみたいと。その熱い思いを聞いて、あ、やっぱりそこまで深く考えてチャレンジしてんねんなーって思って、ちょっとね、聞いてて熱くなって、気持ちも熱いですし、その気持ちがちゃんとライブでも全員前にそれが出てて、全員にそれが伝わるっていう。で、まあ、そこに和楽器のパワフルな、その和楽器をパワフルにするのがすごいですね。そうね、そもそも、あのパワーのイメージないですからね、やっぱ和楽器。まあ太鼓はね、もちろんドンドンってすごいですけど、まあそれ以外のね、あの三味線だったりとか、尺八だったりとかを、あそこまでパワフルに、な感じに変えてしまうっていうのはすごいなと思いますね。いや、ほんとね、あの忍笛とか尺八が、あれだけの音圧で出せるってすげえなと思って。すごいですね。そこに、あれなんですね、バイオリンが入ってくるのが面白いんですよ。面白いね。一個だけ用があるっていう。はい。なんかそこもチャレンジやったんで。面白いですね。やっぱり今までの和楽器のイメージを覆すには、何か違う洋楽器っていうのかな、
ちゃんと旋律を奏でられる楽器と合わせることによって新たな世界が生まれるんじゃないかっていう。なるほど。でゆうきさんはねお琴をやってますが、はい、どうでしたか。興味津々でしたね、うん、しかもなんかたまたまお琴があそこにいなかったんで、うん、ちょっと一緒にやりたいなって思ったりもしました、ね、あいいねあそこにねまたお琴も入れたら入れたんでまたガラッと変わりそうですよ ね, なんかの機会でコラボレーションしたいですねゆきちゃんがいるよみたいな、ねはい、という形でねどうでしたその他の魅力だったりとかああいうやっぱり和楽器をああいう風にされるこうグループだったりアーティストさんってそうそういないと思うんで、はい、いないですねなんかやっぱ結構実力がもともとあったっていうのをお聞きしてたんですけど、うん、それでもあそこまでなんか会場で初めて見た人を引き込める力っていうのはすごいなって思いましたね、うんうんうん、もう本当に、まあ、どのアーティストもですけどやっぱりここの特にトライノベーションとかも本当生で見てほしいですね、うんうんまあ、もちろん配信とかでも十分かっこいいとは思うんですけど、うん、あの迫力は、まあ、もう本当ショーなんで、うん、ショーだね、はいなんだろうなんならもうサーカスとかに近いんじゃないかぐらいのショーなんで生であれは見ないとちょっと、うん、もったいないですね、うん、はい、 いや俺ねドイツのタワータラの野外で、うん、あれが演奏始めた時のオーディエンスの反応を見てみたい、はい、もう多分楽器セッティングの時点で盛り上がるんじゃないですか、うんね、なんだこれはっていう、うん、多分ほとんどの人見たことないと思うんでそうそうそう海外の人なんて、はい、しかもインストゥルメンタルの一番強いところって、うん言葉の壁を軽々と超えるでしょ、うん、だからこそ盛り上がりやすいそうですね、うんでまあ、その楽曲太鼓だったりとか、まあ、和楽器をたくさん使ってますけど、うんまあ、基本的にそのなんだろう打ち込みで流してる後ろの音っていうのは結構アップテンポな、うん、どっちかというとちょっとテクノチックな感じなので、そうね、それをこううまく、うん、和楽器と組み合わせてもう本当に誰でも国とか性別とか、うん、もう全く、ね、年も関係なく誰でもあれは盛り上がっちゃう、うん、乗っちゃうなっていう感じなんで、ねうん、楽しみですね。ね、はい、そうあわよくば世界一になっていや本当になれる可能性でかいと思いますね。メインステージに出てでやっぱりメインステージにエマージェンザの代表が出ると、はい、どうしても有名なヘッドライナーの後なんで、うん、みんなちょっと遠目にどんなもんかなって見てる感じなんやけども、うんうんうん、様子見な感じですかね最初は。それがトライノってもういきなりエンターテインメントショーだから、うん、めっちゃ寄ってくるんちゃうかなと思って。いや本当に寄ってくると思います。大きい和太鼓を見ただけで、うん、あれだけでも何が起きるんだっていうワクワク感でしかないんですもん ね, ねでそっからさらにね上に乗っかったりだとか踊りのようなことだったりとかいろいろされるんで、ね、いやもう間違いなく盛り上がると思いますね。ねめっちゃ楽しみやね、うん、はい。